願いします。最初に不正に関する質問からお受けします。万博についてお伺いしたいんですけど、はい、基本構想はいつ頃までに出したいみたいなのってありますか。まあ10月、まあ来月、末ぐらいまで出したいと思ってます。そこまでにですね、民間交えた実行委員会とかですね、そういった組織に関してはどのように考えますか。今これは事務方の方で、まあ、準備委員会もやってますからね、まあ、その皆さん方の意見を聞きながら人の人選も進めていきたいと思っています。基本構想の提出までに立ち上げるという感覚。基本構想は今のメンバーで、仕上げていただこうと思っています。費用の拠出の仕方なんですけれども、これはその準備委員会の方で具体的に協議されるんでしょうか。いや、費用については大きな枠は決まってるわけですから、国、自治体、民間と。もう国自治体は、費用については、これはもう十分9年先ですから準備できますんでね。あと民間については、関西の経済界だけではなく、日本全体でこれ政府が手を挙げて、まあ、日本万博なわけですから、日本全体で民間の、負担部分というものを、まあ集めていただきたいと思っています。話題変わりますけれども、明日から梅北2期の暫定利用が始まります、うん、まあ、暫定利用の先に何か本格的な開発があると思うんですけれども、そのあたり含めて地域期待感どういうふうに取ってられますか。これ梅北の2期の、コンセプトは、ライフイノベーション、まさにもうこの超高齢化社会の中で、まあ、寿命を尽きるまで、自立して人生楽しめるというコンセプトなんでね、ぜひ、この今の万博の話とも完全にリンクしていきますが、これから、まあ、今いろんなプラン出てますんでね、そういうプランの中でまさにまあ、大阪が中心となって日本の新たな生活形態とか人生設計をこう今までとの全く違う人生設計できるような、そういうことの可能性をこうそういうことができる可能性をね、生み出すエリアになってもらいたいと思ってます。いや、まずは収束してよかったと思ってます。この間、部局からいろいろ報告がいきますけど、やはり予防接種、これ予防接種をきちっと2度受けてる方々は、これも感染していないわけで、要は予防接種を、これ市町村の役割なんですけど、予防接種を 100% 徹底してもらう、ということを市町村にぜひ、お願いをしていきたいと思っています。以前の社会圏の中で、初動体制に一度不良が示されてましたけれども、その時その、まあ、いつ公表をどの段階でするのか、一人でもするのか、そういうことについて部局の方に見直しの前回、このはしかが、患者が出て、その後その情報が、府民の皆さんに、伝えるのが遅れというのは事実なんで、まあ、部局の方である一点、たった一人の時、一人が発生したからといってすぐに
これはえらいことだということでこう騒ぎ立てるっていうのもこれはちょっと違うと思うんで、歩いて、人数、確認できた時点では速やかに情報を出してみたいとこういうふうに思っています。よろしいでしょうか。ちょっとお願いがあるんですけど、うん、アプリテストの結果が今回発表されます。大阪の中学生が去年は大震災で今年は最初に少し下がったっていうことがあるんですが、それについてどういうところは、まあ、結果としてはやはり受験に関連するかどうかというところで、まあ一人一人の統一学力テストに対しての、まあ、取り組み方が違うのかなと、まあ人間ですからやはり、受験には関係ないという形になると、まあ、努力していないとは言いませんけど、ちょっとこう、それでその重要性がの、重要性の捉え方が違うんかなと。ただ、その学力テストにが受験に反映されるという以前と比べればね、まあ、少し良くなってきてるわけなんで、ぜひ、児童生徒の皆さんにもその受験には直接リンクしないけどやっぱり学力テストっていうのは自分のためにもね、こう手抜くことなく取り組んでもらいたいというふうにちょっと伝えたいと思ってます。よろしいでしょうか。それでは最後に行きます。最後に関する質問をします。週末施工大臣と思われたと思うんですけれども、まあ、僕に関してはどんな話をされているか。いやもう政府がおっしゃるように大阪府として今計画をこう政府が了解できるしていただけるような計画を今作っているところなんで、ぜひ、まあまあ経産省も今一緒に作ってくれてますんでね、だからこれをより、まあ、いいものにして、2025年この大阪で、万博を開けるようにお力添えをお願いします。ここ数日自民党公明党の幹部から早期の衆院選解散があるんじゃないかと言っていますけれども、これについてどのように。いやこれはもういつあるかはもう総理の専権ですから、専権事項で、誰が本当に総理の心の中までは誰もわからないでしょうけど、衆議院の場合はもう常在戦場でいつあってもしっかりと政策を、有権者の皆さんに政策を、伝えて、いつあっても勝利できる準備が必要だと思ってます。まあ維新のメンバーにも、まあ、国会議員にも絶えずそれは僕が言ってる話なんで、ね、もういつでも戦えるように普段からね、普段から、選挙区の有権者の皆さんにとの、まあ、つながり、そういうものを、作っておくようにということです。その維新としての候補者の擁立の作業については今後スケジュール的に何かお考えですか。それは馬場幹事長が今一生懸命やってます。ただまあなかなかね、小さな政党で、し、こう支援体制もそれは自民党や民進党と比べれば我々、その支援体制、個人の支援体制というのは非常に脆弱ですから、なかなかそこで手を挙げてくれる人は、少ないというのも、実情ですけど、
でもそれでもね、やはり、今圧倒的、その圧倒的な力を持っている数もある、自民党に対してね、対立ではなくね、対抗できる、ね、そういう僕は野党は必要だと思ってるし、これはもう民進党では無理なんでね、やっぱり自民党をピリッとさせていくための勢力を作っていく、これはまあ我々日本維新の会しかないと思います。よろしいでしょうか。全国的にやっぱり民進の議席を奪っていく、そう考え方がやる。いや、自民党ともしっかり対抗します。ね、ただ、与党がやってる、今の政府がやってることが全て、否定ということではありませんから。例えば万博なんていうのは僕がまあ旗振り出してね、まさに提案型で政府を動かしていることですから、日本のまあ超高齢化社会に一番最初に突入していく、人口減少社会に突入する先進国として、この課題を解決する、超高齢化人口減少社会を解決するのはまさに日本の役割だからこそ、ね、今から9年かかってね、この課題解決の具体的な手段手法をね、作り上げて世界に、提案しようという形での、イベントをやろうじゃないかということを言い続けて、それは政府が野党である、その地方の、政治家の、ね、話を、あ、そりゃそうだねということで今受け止めて、国としてその場、今は僕大阪がこれ旗を振ってきましたけど、要はこれは日本万博なんで国挙げてやろうということになると、政府にそのバトンを渡して旗振ってもらわないとできませんから、こういう形でね、与野党が日本の国のためにさまざまなアイデアと提案をして、いいものは実現させていくということはができるのは我々だけだと思ってるし、まあ、民進党は何でも反対するんで、これも万博なんて興味も持ってくれてないんでしょう、でも、まあ、民進党政権の時に僕はこの超高齢化社会の解決するためにやっぱり大阪に例えば新しい医薬品医療機器を大阪から生み出すためにね、 PMDA ウエストというものを民進党政権の時に、作ってほしい提案してもね、全くまあとにかく見向きもされなかったというのが民進党政権ですから、だからもうそれを僕はもう現実に実体験として持ってるんで、もう民進党が力を持っても、ね、日本の国のためにはなりません。何でも反対するだけ。だからやっぱり自民党としっかり対抗できる、何でも対立だけじゃない、対抗できる勢力を作っていきたいと思います。47都道府県、それぞれどこへ出してくれる。いや、そのつもりです。だからそれは政党なんですから、政権を目指してね、一歩一歩、階段なんていうのはまあね、一生懸命上がっても二段跳びぐらいまで、100段は飛べませんから、だからそれはもう無理して飛ぶとそこでこけて怪我するんで、まずやっぱり政権を目指して一歩一歩階段を上がっていきたいと思います。よろしいでしょうか。それでは終了いたします。ありがとうございました。